りました。はい、あのカメラの前に映ってちょっとお願いします。あ、これがコールサインとか時間とか場所とか、もうちょっと持ってこないと映んない。どこだか分かるよ。もうちょい、もうちょい、どちら、はい、その辺でいいです。はい、そこでいいです。はい、はい、どうぞ。何言ってか分かんないから大きい声で。佐藤さんとかまだ準備できてないのかな。なんですよ。え？ごめんね。あ、そう、ありがとう。この次は用意するから。そう？そうですか？はいよ。あ、よかったね。じゃあワンバンですね。よかったよかった。俺うちのやつはダメだよ。あれ変なのやったら NHK を入ってくる変なものがいっぱい入ってきてダメです。どうぞ。うちのゲームを落としちゃって5年ぐらいになっちゃってるんですよ。だからプレアス電源切っただけで、なんかリークしてきてる、受信電話だけで見てるんです。了解です。それはそれは、まあ、ダメダメ、モニターができません。まあいいや。そしたらさ、このままちょっと待っててね。そのまま送ってて、ちょっと待ってて。あ、そう、そっちから銃送って。俺銃他のやつのモニターすからどうぞ。銃のモニターと一式ね。それから 5の方はこっち。これね、5の送信。こっちが10、10の受信。ほら、例のアンテナ 246L アンテナ移動用。はい、はい、これお二人さん。はい、こんなんですよ。だから銃は受信今できてます。来た映像送り返そうってか。またそういうこと。ノンシグナル。下映像銃で繰り返してる。銃映ってないよ。あ、来た。あ、本当だ。お、リンクしたよ。あ、バッチリ。オッケー。最高。おお、なるほど。はい。ああ、1秒ぐらいだね。いいですか？これ、こっち、はい、こっちいいです。せーの。はい。ほら。2秒ぐらい。月より遠い。月より遠い。バッチリ。おお。5G になるとリアルになる。いや。はい。3秒ぐらい遅れます。そうだね、3秒ぐらい遅れるね。うん、なるほど。あ、今度は俺もそれできるようにしとく。次から簡単に言うと、10ギガで小ギガで受けた出力を2分配して、2分配したものを単なる延長器に突っ込んでる、はい、それだけのことです。10ギガの更新機の延長器に小ギガできた SDBK の HD マシンを放り込んでる。なるほど、そういうことね。わかりました。私も2分配入ってんだけどね。2分配機が入ってますので。はい、了解。国内で最初じゃないの。モニターしながら送信して、受信もしてますんで。あお、了解。私のところでだから銃とこと同じ映画映ってます。3秒遅れて。はい。気持ち悪いでしょ。気持ち悪い。その時今録画してますから。あ、録画してんの。気持ち悪い。はい、これエンペグ2で送ってます。佐藤さん。はい、エンペグ2で行ってますね。はい。こうじゃないのこれ。エンペグ2です。
あのね、2から4、4から2は自動で移ります。2から4は戻らない場合が多いです。それはやってみないとわからない。機械のタイミングとあれによるから。うん、だから、あの、通称中華チューナーでも移ります。4から2へは移ることがあります。逆が移らなくなることがあります。はい。ということです。じゃあちょっと受信します。送って。